お久しぶりです。投稿主代理の小春立花です。ついに第6回 T1 グランプリの告知が出ましたね。今回は締め切りが1月28日までと長い期間があるため、遅刻しない程度にゆっくり機体を作っていってくださいね。私は公開10分後に機体を応募しました。さて、今回はすでに登場しております。2、ASTXXX、アルティメットシージャー、オブ、パ、ド、カレー、です。ひばりちゃんは完成が間に合わなかったため次回に持ち越しでございます。先行して投稿いたしました動画をご視聴の方はご存知でしょうが、陶器は凄まじい出力を有したバンジャンドラムとなっております。しかし、陶器はあくまで支援型です。攻撃型ではございません。というわけでその点の含め、当動画で解説をしてまいりましょう。さて問題です。こちらの機体、派生元はどこになるでしょう？はい、ひばりちゃんです。AST シリーズはひばりちゃんに投資の技術力で出せる火力を与えようとした派生の系譜となっており、順をたどっていきますとその面影があることが確認できると思います。当初、その火力はライバル機体に向けてのものを想定しておりましたが、第6回において巨大な障害物が現れるという噂を耳にして以来、その火力の上限をライバル機を度外視したものとしていきます。細かく派生を追ってまいりましょう。まずはひばりちゃんにログパッド砲をポン付けした重砲仕様です。このひばりちゃん、雑な設置にもかかわらず高い撃墜スコアを叩き出し、ここからより高い火力を求めてまいります。そしてその派生型は ASP ではなく、ヤタガラスという別の派生です。極めて重いブロック、バラストを使用し、これを大量のボムで撃ち出すという機体です。しかし、その重量を推力で無理やり移動させているため、加減速旋回が致命的でした。その分、防御型をノックバックで撃破できる火力を確保。後に個人内で、重攻撃型、と分類され先鋭化していきます。ちなみに普通の攻撃型は航空自走砲に派生しています。弾道を見ていきましょう。ちょっと奥のメンツ早すぎませんかね。手前の塊がさっきの個体の弾頭ですね。一個一個が重いバラストを紐でくくりつけて攻撃範囲と総重量を高め、機体を撃破できなくてもノックバックで吹き飛ばすという魂胆。まだまだ攻撃型としての名残がありますね。そしてこれが弾頭を軽量化、広範囲に攻撃できるヤタガラス3。そして車輪ごと弾頭にしてしまった小ガラシ型です。そして奥の方で上向きにかっ飛んでいるこの弾頭が ASP シリーズです。見るからに当てづらそうな弾頭、思想が変わっているのは明白です。改めて機体を確認すると、弾頭が巨大な質量弾になっていますね。一体かつての攻撃型たちから ASP シリーズに派生する際に何があったのか。これには新しいエモン障害物の出現、当時はその噂ですが、これを聞いたタイミングから仮想標的が未知の超質量物体となりました。これを押し出すためには、巨大な質量弾を大量の策略で打ち出す方が効率がいいということが発覚し、以降、ASP シリーズは巨大な質量弾をいかに効率よく飛ばすか、これについて試行錯誤していきます。そして、着々と回収を重ねて10番台まで回収を重ねてきたタイミング、この機体の時に大きな改革が大会側で行われました。そう、プロペラの完全廃止です。10番台までの ASP シリーズはプロペラの謎加速ありきで最低補償として時速 100km を維持しており、これを封印されることは、極めて致命的な問題となっておりました。しかしながら、当シリーズよりも深刻なダメージが入ったケースが一つ。そう、ひばりちゃんの正当ケースです。もともと、1.5 秒で時速 300km に到達するという加速力が売りの機体となっておりましたが、まあ謎加速に頼った速力となっておりまして、現在新レギュに適応した機体を制作させていただいてますので次回 T1 グランプリをお待ちください。さて、このような背景もあり、元来ひばり型が出場できなくなっても良いようにと比較的回収が容易になるよう作成していた ASP シリーズで出場するほかないと判断。突如第6回のメインシリーズへと躍進いたします。さらに、追放やフライングブロックを限界まで積み込み、謎加速に頼っていた速力を推力を用いて補おうという風潮の中、ヤタガラスシリーズにて加減速に苦労していた経験を踏まえ、車輪を強化して速力を補うという方針へと進化していきます。それでは、この機体のスペックを紹介してまいりましょう。本機は車輪の摩擦を主動力として移動する、現環境におけるパンチャンドラムでは極めて稀な機体となっております。機動力は、
火力を極めるための悲しい犠牲になるはずでした。がしかし、後に見せますが独特な車輪を採用したことにより高い速力を出しつつも損耗を抑えた優秀な車輪が完成いたしました。映像に映されているのはそんな機動力と超火力を両立した本機の解剖図です。分解した結果、区画はおおよそ車輪部、推力部、空力部、弾頭部、削薬部、負荷部品に分かれることが判明しました。基礎がないのは、ひばりちゃんの親戚ゆえなのでしょうか。まずは車輪部です。根本がスライダー、外が反発力 0.5 倍のゆるゆるサスペンションという構成。これが実はかなり特殊な車輪となっておりまして、そうなった経緯には4つのグラバーを取り付けたドリル半トルク。別シリーズの改善機体が採用している超トルク超回転のキチキチ動力を車輪に与えており、艦内の地上用の車輪では遠心力でサスは弾け飛ぶわ、地面を擦ると変形して弾け飛ぶわ、そもそも設置しても滑りに滑って加速しないわで。これを解消したのがこのスライダーサスペンション車輪。スライダーの伸縮性によって設置するスポークを増やし、地面によく噛む車輪となり、サスペンションの低い摩擦によってスポークが弾け飛ぶという問題を解消しております。あまりにも過激な操縦をすると破損しますが、ヘアピンカーブに対応可能な旋回性能も獲得。さらに伸びきった車輪は地面との距離も離してくれ、多少の不整地や残骸であれば問題なく突破できます。足元の脅威を無視しつつ巨大な標的を破壊するために爆心する自走爆雷、どこかで聞き覚えがありませんか？そうですね。ご先祖のパンチャンドラムそのものですね。しかも場所さえあれば最高速度は車輪メインにもかかわらず時速 500km に到達。大会内では時速 300km が山でしょうが、それでも第6回の大会では十分な速力となるでしょう。陶器を出し抜くためには加速で勝ってヘアピンで抜くしかないんじゃないでしょうか。そんな陶器を横滑りさせないための空力部。前の3つのウィングで横滑りを抑えつつ、後方のウィングで外に吹き飛ばされる力を打ち消しつつ、車輪の噛み合わせを強化します。これがピッチ、ロールのスタビライザーとして機能しており、様々な装置を省力でき、その分を火力に振っております。これも重要な部品です。そして推力部。はい、これだけなんです。前述の通り、加速力には難があるため、フライングブロックを用いて補助。ある程度加速されると空力部によってフライングブロックが斜め下に傾き、車輪を地面に押し付け、さらなる加速を促します。そして負荷部品。ゴムの増設や機体下部の擦過防止を担う部品となっております。これがないと即死します。そして本機の大目玉、弾頭部。弾頭は24センサーを大型歯車にくっつけたものを横並びに2つ配置、それぞれをブレースと小型歯車で接着しています。この接着部によって射出時の各弾頭の分離を抑えつつも着弾地点では爆散直前に弾頭を分離、2弾頭分の高いエネルギーを対象に押し付けます。ただ正直ライバル相手なら片方の弾頭だけでも過剰火力ですが、そんな弾頭を射出するのがこの巨大な削薬部。37ボムあります。グラバーの分のコストを抑えるために内部のボムは外のボムを米状にすることで収納。これで5個分のグラバーを浮かせています。ここからさらにボムを3つ増やした4中ボムのタイプもいましたが安定性を優先してこちらを採用。まあこれでも大会規定最低限の9倍全開 E ブロック出場の指向性パンチャンの2倍全開最大ボム保持数のバルカン半島にもやや勝るこのボム数はライバルに対しては。そしてそんな各部品を組み上げたものが ASPXXX でございます。こんな危険な機体が攻撃型じゃないわけないだろ。そうおっしゃる方もいると思いますので実際に防具型の機体で試してみましょう。今召喚しましたのはオレンジの悪魔の登場員、元気ドローンさん作のイノシシジャンという機体です。勝手に他人の機体を使って大勝負なのかと思われるでしょうが、ご安心ください。こちらはフリーで配布されております。フリーパンジャンで検索しますと様々な機体を購読、入手できます。ぜひ調べてみてください。さて、勝手にダイレクトマーケティングをしているうちに画面の方では準備が整ったようです。距離をおよそ20メートル、当たったらただでは済まない距離。果たして結末はどうなってしまうのでしょうか。状況開始です。終了です。なんとこの機体、この距離でも全く被弾しません。どう考えても欠陥です。そう、この機体がライバルを倒すための機体、であれば。こちら、通常弾道と打ち上げ弾の比較映像です。あまり誤差はないのですが、画面上、たまに突如減速するのがわかるでしょうか。実はこれ、障害物に逆回転がかかってしまった時に一気に減速しているのです。お手元にある丸いもの、みかんとかを手に取って、底面に思いっきり手を滑り込ませてみてください。その時、手の進行方向とは逆にみかんが転がっていくでしょう。
このエネルギーが微小次世界でも発生し、急減速、停止と事故が多発したんですね。攻撃型であれば大した問題ではありませんが、この子はあくまでも支援型、1割の事故もなくすために打ち上げるようにしているのです。ちなみに無理やり水平射撃するとこのような感じになります。正面走行は弾頭とともに歪んで引けますが、本体まで貫徹する前に弾道が逸れてしまい、残念ながら直撃が即撃墜に至ることはないですね。化け物ですか？なおタイパンちゃんシールドはシールドごと弾頭化させて9割強風撃墜できます。なんとこの装甲を崩壊させる陸地材 APSSDS にありませんかね。多分違うんでしょうけど。では戻りまして、そんな ASPXXX の立ち回りを紹介していきましょう。パンコロー、まずは円柱に急行します。おそらくライバルとの衝突のリスクは極めて高いでしょうが、陶器の機動力と速力、気合で避けます。そもそも陶器との接触はもちろん、下手にゴム棒で撃破しようものなら陶器の爆風やそれによって飛翔する部品で道連れとなるため、相手は相手でギミックとして使用する以外に狙って撃破しに来ることはないでしょう。円柱を飛ばしリスポーン。はい、一撃で円柱を除去いたしました。これで円柱に阻まれ泣き寝入りするパンジャンがいなくなります。やったね。陶器の現状でゴールは可能ですが、まだまだやれることはあります。そこに鉄球があるでしょう。そうです、これも除去します。陶器は軽い鉄球であれば損傷なく押しのけられますし、重い鉄球の弾頭を用いれば倍の力で跳ね返されます。イメージしにくい方は世代もレイズの名シーンの再現だと思っていただければわかりやすいこと。今の跳ね返りの重さを見るにしっかりと辺りを引けたようですね。ここで重い鉄球の見極め方を紹介していきましょうか。これを知っておくだけで精度は運だけではなく7割程度まで改善されます。特定方法は1に進行距離、2に鉄球の分布、3に鉄球の跳ね返りです。今のは外れです。軽かったために鉄球はマップの果てまで飛んでいってしまいました。さっきの軽い球は運よく手前側まで進行していましたが、実戦ではこういった球はパンジャンによって押し出されていきます。それができなかったのが手前まで来た鉄球です。避けるに越したことはありません。そして鉄球の分布ですが、これは群れの手前側ほど重い確率が上がります。これも単純な理由で、後方の球が手前の球を押し出せないがために塊になってしまっているというわけですね。なので専門外の個体たちは手前側の鉄球は避けると良いでしょう。今のは当たりですが、当たり所がいまいちでしたね。今のを特定した方法が3つ目の方法、球の跳ね返りです。重い球は下り坂の終わりや段差で跳ねることがないので非常にわかりやすいです。この現象を認めたら全力で避けましょう。私が全力で除去いたします。時間を大きく飛ばして第1譲渡カット解放を。この段階まで行けばゴールは簡単になり、活躍できる場面もなくなるため、即時戦線離脱を試みます。これが ASPXXX の立ち回りとなります。というわけで、ASPXXX の紹介でした。皆さんのより早いゴールを促すため全力を尽くしてまいります。それでは本戦にて。